はい、こんにちは、レトスの小野です。3月26日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。解けないというのは階段の1段に過ぎない。解けないからやめた。階段を登らずに終わっています。階段の上に合格があります。この階段をどれだけ登れたかが重要なんです。解けない問題があっても諦めずに解けるようにしていきましょう。それでは問題に入ります。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した。C は A を B の代理人と信じていたが、B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、B は売買契約を取り消すことができる丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。問題文の中に A に代理権を与える旨を表示した事実はない。また A は B に対して何らの代理権も有していなかったと書いてありますね。つまりこれ簡単に言うと A は無権代理人だということなんですよ。無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがって×です。この有効に成立しているこの部分が誤りだということですね。で、このあたりはもうきっちりですね、これ問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと A は誰なのか、B は誰なのか、C は誰なのかっていうのを、まあ、図を書きながらですね、読み進めていくのがいいと思います。まあ、今回で言うと A は B の代理人なので、A が代理人で B が本人ですね。で、C が相手方というような関係性になります。では問い2ですね。宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない、丸か×かという問題です。これ答えは、×ですね。取引相手が供託所に対して還付請求をして還付された場合、供託所は免許権者に対して営業保証金が不足しましたよ、っていうふうに通知するんですね。で、その通知を受けた免許権者は、取引相手に損害を与えた宅建業者に対して、不足額の営業保証金を供託してください、と通知します。その後、通知を受けた宅建業者は、通知を受けてから2週間以内に不足額を供託しなければなりません。したがって、今回の問題っていうのは、不足が生じてからって書いてあるんですね。これが誤りです。正しくは通知を受けてからなんですね。まあ、今回の問題に関する還付については非常に重要なので、営業保証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり、全体像についてきちんと理解しておきましょう。個別指導では動画を使って解説しております。で、問い3です。防火地域内で、かつ近隣商業地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。防火地域内にある耐火建築物で、建蔽率の制限がなくなるのは、建蔽率の限度が10分の8の場合なんです。つまり、防火地域内かつ耐火建築物かつ建蔽率が10分の8。この3つを満たす場合に限って、建蔽率の制限がなくなるっていうことなんですね。で、商業地域の建蔽率、これっていうのは10分の8って決まってましたよね。まあ、これは、おとといですかね、のメルマガでもお伝えした内容です。で、今回の問題文は、商業地域ではなくて、近隣商業地域なんです。で、近隣商業地域の建蔽率っていうのは、10分の8ではない場合もあるんですね。具体的には10分の6の場合もあるんですよ。10分の6もしくは10分の8、まあ、どちらかなんですね。これ都市計画で決めるんですけれども、まあ、どちらかなんです。したがって10分の6の場合だと、建蔽率の制限がなくなるというルールは使えないわけですよね。したがって誤りになるということです。一応問題文確認しておきますね。防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある耐火建築物ですよね。まあ、この2つは要件満たしてます。防火地域、耐火建築物。ここは OK なんですけども、近隣商業地域、ここについては、建蔽率が10分の6の場合もあれば、10分の8の場合もあると。で、10分の6の場合は、建蔽率の制限適用されます。
したがって誤りになるということです。きちんと考えれば答えを導けるっていう問題って意外と多いんですね。まあ、このきちんと考えるっていうのはきちんと理解するってことなんですけれども、そういった問題って非常に多いんですよ。で、多くの方がきちんと理解せずに丸暗記をするから、結局本試験の時に忘れたってなっちゃうんですよね。まあ、大体本試験は頭真っ白になるんですよ。これっていうのは、もうどれだけ勉強してる方でも、やっぱ同じなんですよね。もう誰でも緊張します。私もやっぱ緊張するんですよ、本試験の時って。で、緊張して頭が真っ白になるっていうのを前提で勉強をしてるんですね。頭が真っ白になるからこそ、丸暗記じゃダメだなと。理解できるものについてはちゃんと理解をしようっていう風な方針で私はずっと勉強してきました。で、実際個別指導でもそのようにお伝えをしているんですね。だからこそ一回でも合格できるわけですよ。なんでもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、個別指導をご検討いただければと思います。まあ、同じことになるんですが、まあ、動画の下の概要欄に個別指導の URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけ勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。理解学習をするには、それぞれの法律について専門的な本だったり、専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですが、それをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども、本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったり、イメージだったり、考え方だったり、理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。